王領風景区の湿地ン山山脈は中国西南部の高い山脈、甘粛省南部から四川省西北部にかけて約 500km にわたり伸びる山脈。山とも標高 4000m から 4500m の鉱山が連なり山頂には氷河もある。ユーラシアプレートの下にインドプレートが入り、チベット高原が隆起した際、同時に隆起して形成された。 さらに、氷河の侵食作用により現在の地質や地形が形成された。山脈北部は、寒粛省と四川省の境を北西イ,イコール東南方向に伸び、山脈の南部は四川省西北部の阿波チベット族ちゃん族自治州を南北に伸びる。主砲の雪宝頂は、同日週末半圏内にある白い雪を頂くチベットの生山で、 標高は5,588メートル。さらに、秉山山脈と平行し、流門山脈、山脈、九町山、青、城山などが北東イコール南西方向に伸び、四川盆地の西側に屏風のように立つ。山脈の四空にゃん山は海抜6,250メートルに達する。これらの山並みの南の延長線上には、ガビ山がある。秉山は、 長江水系と高賀水系の分水会でもある。民港や白水港など秉山の東や南に発する河川は最終的には長江に合流する。一方、白川、黒川など秉山の北西に発する川は松半県の北西に広がる草原や湿地を経て甲賀上流に合流する。秉山山脈には深い森林と険しい渓谷が続き。 鉱物資源や森林資源が豊富である。またジャイアントパンダや金子港など絶滅に瀕する希少生物の主な生息地でもある。また風景も優れ、救済溝、大量風景区、青、城山などは代表的な継承地である。ありがとうございます。